いやーいやーいやーわーわーいやーわ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 ーダーリン、最後にダーリンとシングルマッチがしたいな。まあ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 、うん、100分ずつシングルマッチやるのはいいでしょう。まあ俺もいろいろと先輩にはお世話になったんで、深い意味じゃなくて。まあ多分まあ最後でなるであろうと思うんで、一切お笑い抜きでいいですか。現役の男子レスラーのバリバリの実力あなたにぶつけていいですか。先生になったらチーム持ち合いましょう。行け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 行
をいただきます。バリバリのヤングなイケメンのダンスレスラーにあと8日で現役が終わってしまうおばちゃんが対戦させていただきました。ありがとうございました。一応念のため言っておきますけれど、私女の子なんで本当にプロレスラーとして最後まで勝負をしてくれてありがとう。ノーという新天地で頑張ってるのは存じ上げておりますが、日本のジュニアのトップところに食い込んで早く私と結婚して私を裕福にしてください。いただいたんで、日本のジュニアのトップところに食い込むということは、必ず約束します。そこでぜひダービーさんという先輩がいたから僕もここまで来れましたっていうことを胸張って言うようにしたいと思います。結婚これでよろしくします。まあそうですね、まあ、個人的には何だろう、
すごい何回もこうやって、まあ今日はラムルさんの興行ですけど、ウェーブとかに僕を呼んでいただいて本当に感謝してますし、まあこうやってなんかすごい肌をね、交えてみて、怪しいんじゃないですか違う、あのリング上でね、すごい才能ある人やなって、男子、僕はね、後輩が今長いですけど、男子とかでも全然通用するような実力がある人なのに、なんか、本心ね、これ、ウェーブっていう団体にね、こうやって若い子を、自分を犠牲にした若い子をね、こうやってあげようとしてる、そういう姿勢をね、俺もね、マジで見習っていこうと思ったんで、あのことは本当に、俺はレスラーとして尊敬します。ありがとうございました。今なんとなくレスラーとしては尊敬しますっていう言葉で全てごまかされてるわけですよ。楽しかったです。ありがとうございました。ですね、私ガミさんにちょっと、思いを伝えたいと思います。私ちょっと待って私昔、そうですね、3年前ぐらいまでガミさんのこと苦手でっていうか嫌いでいつもしょっぱい試合をしまして、いつも怒られてました。本当に自分でも分かるぐらいしょっぱい試合をしてしまってて、あの試合してて、いつもムカつくな、めっちゃ怒られた後にムカつくな、そうなにと思ってたんですよ。後輩のマルコの見に行ったら今日ちょっと聞いて、ガミさんならこんなにムカつくだろうみたいな飲み会やったんです。でもある日、覚えてますよね、私ガミさんと誰かが組んで3対3の試合の時に、控え室帰ったらガミさんにもうどれぐらい褒められたんですね。めちゃくちゃ嬉しくて、でその思いを伝えまして、嬉しかったです、また頑張りますと、コミカルでですよ、コミカルで。でもそれから距離は縮まったと思います。いやそんなことないのわかりません。いつもウェーブの大阪大会とか、あと大阪女子の3本目専属、決定していただいて、本当に嬉しく思います。私もガミさんがいつも試合じゃない時もセコンドで手を叩いてくしゃくしゃにして笑ってるのを見たら、今日の試合勝ったなと確信できたので、もっとこれからもコミカル磨いて、よくガミさん言うじゃないですか、コミカルの人はプロレスせんでええよって、新しい考え方で昭和の先輩なのに本当に頭が柔らかいなと思いました。平成元年元年です。元年みたいな言葉が多いか、ちょっとはい、ラマルさん最後、あとほんで今日の夜にウェーブで大阪ラストです。ほんで来週の後楽園ホールでガミさん引退してしまいます。何か言いました、大阪ラストチャンネル今日で27年大阪プロレスで最後に勘十郎君とシングルでやるの。まあ忙しいですね、1週間あんのに。まあ私もこれからも行かせていただきますし、本当にこの段階でガミさんとちょっとこういう風になれてよかったなと思ってます。まだ現役は引退しますけど、スタッフとして、違う、社長として、はい、またこれからも頑張って、コミカルの腕を磨きたいと思います。アドバイスなんかありましたら、よろしくお願いします。で、さっき、2人が喋って、正座喋ってるところ、ハイビスカスミーが泣いてました。感動していたみたいです。ミーちゃんもなんか、実は私もガミさんには苦手意識があります。初めてガミさんとシングルさせていただいたときに、開始30秒ぐらい
で私が場外に落ちた時に足を骨折してしまってあのギャラだけもらって帰るっていうあのどうしようもない、はい、思い出があるんですけれども、でもそれが10年以上ぐらい前になります。で今、こうやって大阪来るやろいいじゃん、いや確かに大阪女子とかウェーブとかに呼んでいただいて、こんなに神さんと楽しい試合を。ここで締めたいところですけど、参戦選手の皆さん、ピンに上がってください。記念撮影をやりましょう。